古本と少女は、杉義春による日本の漫画作品。1960年2月に、迷路2に発表された全20ページからなる短編漫画である。古本と少女の舞台は、少女が店番をする小さな古本屋だった1960年1月刊行、迷路1掲載の殺し屋に続く作品。当時のミステリーものを多く描いていた杉の作品としては、珍しく、 情緒的な作品だが、古本の中からお金を盗むという話も告げにとっては、心理的なミステリーであった。単純にアッケラ感と事件が解決しちゃうという風な話は、バカバカしく感じたり子供じめていると感じ始め、だんだんと描かなくなってきていた。しかし、当時はそれに変わる、新手法が見つからないでいた時期であった。この後、採用者から、お支払いが相関され、 武蔵日はシリーズを描くことになるが、付け自身はそちら方がやりやすかったと述べている。貧乏な学生が馴染みの古本屋2000円の初版本を毎日のように見に来ていた。学生はその本が欲しくてたまらなかったが、買うことができずにいた。ある日いつものように古本を立ち読みしていると、本の隙間から1000円札が落ちた。学生はとっさに、 その千円札を拾うと自宅へ逃げるように帰った。しかし、本来の持ち主に返すべきと考え古本屋へ向かう。その時ちょうど本の前の持ち主が現れ、買い戻そうとする。学生は拾った千円札を出し、自分が先だと主張するが、前の持ち主は千五百円を出し買い戻してしまう。学生は、青年の態度に腹を立てる。学生は千円をどうすべきか迷うが、 結局本の持ち主に返そうと家を訪ねる。しかし、青年は本の間に金を入れた覚えはなく、逆に学生の居所を探していたという、あっけに取られる学生に、青年は帰ればわかりますよと微笑む。ありがとうございます。